日本、青森県八戸市、根じろねじろは、青森県八戸市の地名。現行行政地名は根じろ1丁目から、根じろ9丁目及び大、大あ根ねじ郵便番号039-1166。八戸市の地理的中央部に位置し、北で、うりし、東で、ぬかずか、長者、増方や中心市街地の上祖町、新荒町、南で沢里、北白山大。 西でたずらぎ、ま淵川をまたいだ北西で、知りない町、長縄城と接する。北側のま淵川沿いから、南側は緩やかな丘になっており坂道が多い地域である。国道104号周辺、ゆりの木道路沿い等に商業地が見られる。戦前は、八戸競馬場があったが、昭和40年代に宅地化が進み、現在は住宅地として利用される。 青森地方裁判所八戸支部や八戸市立博物館、根城城市がある。大技根城にはバば頭、西の沢、大久保、下町、東釜江、川原、ヌタゴなどの小技がある。2017年4月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。八戸市の根城から市街地を展望線3 3 4年、南部市業が、 ぬかの部分八森に城を構えた際、南朝方の根本となる城という願いから、ねじろと名付けたことが由来である。鉄道の駅はない。幹線道路は国道104号、市道3.48街路、市道3.30街路に面している。これらの幹線道路は、八戸市 AA バスと南部バスのバス路線になっている。八戸市博物館、ありがとうございます。